こんばんは。こんばんは。夜も更けてまいりましたが、本日もインスタル、今日で何回目でしたっけ？今日で3回目。3回目の、インスタライブを始めたいと思います。今のところ視聴者の方が7人ですね。まだ7人。まだ7人。ひでこさん、お疲れ様です。お疲れ様でした。みたいにここにこう、コメントが入って。あ、はい。で、3回目の今日はこちらの家づくり、何から始めたらいいのっていうテーマで、今日は3人で話してみたいと思います。私、ネクストハウスデザイン、ハウスアドバイザーの水野上達也です。よろしくお願いします。赤羽健です。で、今日のゲストは、ハウスアドバイザー西宮です。よろしくお願いします。お願いします。西宮さん、どうしても出たいっていうことで30分前にこのインスタライブを告げられてめっちゃノープランです。もう頭イメージしてる。イメージ、今一生懸命考えてます。でもやっぱりこう、家ってそんなに買う、まあね、人生で何回も買うと買い物じゃないから、やっぱりこう何から始めたらいいかわからないんですって人多くないですか？あ、多いですね。まあ、ね、初めての買い物だし、うん、何から動いていいのか。西宮さんはお客さんにそんな質問されたら何て答えるんですか？いや、何て答えるんですかね。いや、本当になんか何からスタートするっていう決まりって本当あるんですか？ああ、確かにない。ないかもしれないですね。あ、だから難しいのかもしれないですね。そうですよね。正解がない。正解がない。人によってまた多分全然スタート違いますよね。うん、なんかね、教科書があるわけですね。あとは、でもそもそも、なんだろう、なんで家を建てようって思うか。なんで家が必要なのかどうか。十分難しい。難しいっすね。でも、まあそこが、どうなんだ、スタートのような気がする。あ、でも、自分はそれを聞く、お客さんにまず聞くかもしれないですね。なんて聞くんですか？なんで家建てたいと思ったんですか？あ、なんてことですか？家建てる理由も人それぞれだよ。うん。まあ、だいたい子供が大きくなったから。うん。まあ、今のアパートだと手狭だから。うん。家賃もったいないとか。家賃もったいないとか。うん。家賃もったいない多いですよね。多いですね。でもそれってなんか本当は表面的なことで、うん、なんか本当の理由は違う気がするんですよ。おお。例えば何なんですか？なんか、うん、まあ、例えば大親友が先に家建ててすげえ悔しいんですとか。でもなんかそういうことってちょっと恥ずかしいからちょっと言いづらい。ああ、でもちょっとまあ、かっこつけて当たり障りなく、ちょっと子供が大きくなって家賃もったいないと思い始めたんですみたいに答える人が多分多いけど、なんか真相心理ではちょっと違うことが人によってはあるんじゃないかなと思うんですね。なんか そういうのを話してると、ああこういうお客様はこういうことで、あ、家建てたいと思ったんですねって、まあ、こっちも分かった方がなんか提案も多分変わってくるんじゃないかなと気がするんで。でも多分あれですよね、なんだろう、一番の目的って幸せになるから家を建てる、うん、じゃないの？幸せになるために。わかんないけど。いやいや、そうですよね。ってことですか？家族の幸せのために多分お父さんが頑張ってお金払い続けてる。でも一人で建てるってこと？うん、まあ俺なんか結構漠然とした理由でみんな家建てるんじゃないかなって正直思ってるんですよね。西宮さん、何で家建てた？家が欲しいから家を建てた。ああ、うん、俺違うんだ。ああ、そうですね。なんで？小林さんは何ですか？これは最初、太陽光を実家のおじいちゃんの土地でやろうと、メガソーラーってでかいやつをやろうとした。はい、でもそれで1,500〜1,600だったから、それで借金するしちゃう、ローン組んじゃうと家の方、ローン組めなくなっちゃうから、だったら逆に先に家建てちゃって、でその後太陽光やろうとした。それが一番のきっかけ。あ、だけど結局、うん、
太陽光がじいちゃんがなんか隣の人に土地売るって始まっちゃったから結局太陽光やんなかったんだけど、あ、まあ、でもそれがなかったらもしかしたらさっきの幸せっていうフレーズとかけ離れた金も売ってるときびっくりしたあ、そうだ、うん、いや、そんなもんないじゃないですか。水上さん今家建ててないからね。じゃあマンション建てて家建てる会社にいながら、あ、まあこれもやっぱり なんで家建てないんですかってやっぱ聞かれるんですけど、うん、自分はあの実家が山形なんです、うん、で私兄弟4人の一番上なんですけど、うん、だから長男です。で山形の実家に、まあ、うちの父親と母親がいるわけです、うん、でうちの奥さんは、下館、茨城の下館出身で、うちの奥さんも長女なんですね、うん、でもしかするとこう両方の親の面倒を将来見ることになるかもしれない、うん、不確定要素で、うんうん、例えば今のこう自分たちのこう家族だけの家を建てちゃうと、こう親が来た時に、まあ多分まあ部屋が足りないってい こう問題がやっぱ出てくるなと思ったので、で、まあ、家よりもやっぱりマンションの方が売ったり貸したりはしやすいん で、まあ、そうなった時を考えて、まあ、ちょっとこう次の住処に移、まあ、家よりも簡単に移れるっていうところでマンションを選択したんです。うーん、あ、でもあえて中古で売るんですか。うん、もうちょっとそろそろ飽きてきたんで。まあそういうのもあるんですよ。住み替えてくれた、うん、なんかこう土地を重要視するか家を重要視するかって結構分かれますよね。分かれますよね、うん、まあ、だからうちに来るお客さんはなんか家を重要視してるお客さんが多いかもしれないかなって気はする。うん、まあ、利便性とか、うん、駅近とかいう、まあそうですね、郊外で、いや、まあ、広くて安い土地っていう方が多いかもしれないですよね。自分土地いいなんすけど、あ、そう。あ、家屋さんが言うのもなんか申し訳ないんですけど、あ、今でもそうなんですよ。今でもそうなんですよ。でもぶっちゃけ俺もそれを思う。それは資産価値としてあれでしょ、やっぱり見てるってことでしょ。基本ネガティブなんで、ネガティブなんで、俺落ちぶれちゃうかもしれないじゃないですか。長い人生の中で、その時になんか資産価値のつくような場所に家建てておけば潰しきくなみたいな。いや、でも俺それ間違ってないと思う。その考えは。そうですね。まあその分だから投資したお金は正直大きかったです。あれ土地いくらしたんでしょうっけ。土地1800万とこ。いいよ。いや、まあ、そうですね。土地売りやすい。土地売りやすい。うん、でも家って住んでからじゃないと分かんないですけど、自分の家32坪なんですよね、うん、ぶっちゃけ半分の広さでよかったなって。あ、それすげえ分かる。実際大きい家っていらないですよね。いらないし、今でもよくお客さんとかにも話すんですけど、子供部屋2つ作ったって、6畳の部屋に、1畳の収納で 3.5 坪じゃないですか、うん、1部屋、うん、それ2部屋なんです、うん、7坪あるんです。うちの子供、まあ未だに寝室で4人で寝てるんですよ。あれ、上何年生でしたっけ。中3です。そうでしょ、ね、まあまあまあ、ちょっと去年ぐらいから上の子がやっと部屋で寝ることもあるかなぐらいの。へえ、いや、仲良しでしょ、うん、って考えると、俺はその7坪分をもう14年ぐらい経ってるんですけど、うん、すごいもったいないお金使ったなと思って。いらなかったよ、子供が。いらなくても成立しちゃってる。いや、でもそれを思う。なるほどね。そもそも作んないと。え、作んなくても。あ、じゃあとりあえず一回家作りの進め方の話に戻りますか。そうで
その前に1個だけ、ひでこさんがちょっと質問が来たんですけど、多分今の後悔につながって、もう一度建てるとしたらどんな家がいいですかっていうのは、まあ今の話かな。はい。まあ子供部屋はそんなに。うん、そうですね。あ、俺いいですか、うん、どうぞ。いいきっと平屋を建てるんでしょうね。あ、うん、もし同じ土地に建てるとしても平屋を建てて、でもロフトみたいなところの空間だけ作って、そこはもうオープンスペース、うん、あ、でそこがもう子供が寝たりとかもう自由に使える、あ、うん、あのスペースだけ作って、あとはもうリビングと寝室ぐらいがあれば、うん、それでいいのかな、うん、そうすると20坪までいらない。あ、でもいいんじゃないですか、うん、家族4人でも全然いけちゃいます。全然いけちゃう。小羽さんは。俺はね、なんだろう、多分今はやっぱ漠然とこういう感じの家にしたいなっていうのはやっぱあるけど、多分これ俺2年後、5年後、10年後って多分絶対変わっちゃうんですよ。あ、まあでもそうかもね。そうだから、そう、俺家建てるの何年前だっけ、多分5、6年前だけど、その時と今とだとやっぱり趣味思考っていうか好みもやっぱ変わってきちゃったから、うん、だから難しいですよね。正解は本当にないって考えると、やっぱりなんだろう、あまり作り込まないっていうか、シンプルなのが一番いいのかなと思いますね。なるほど。今日したんですよ、あの区切りなしとか、玄関開けたら全部一部屋とか、でそれでなんか住みながらこう家具とかで区切っていく、うん、っていうのもなんか面白いかな。いいっすね、うん、そういうのいいっすね、うん、で家作りの、うん、じゃあ家作り何から始めたらいいんでしょうか。まあ何から始めてもいいんじゃないですか。いや、ぶっちゃけ土地探しでもいいし、あ、住宅会社探し、うん、建築会社探しでもいいし、まあでもそうかもしれないね、うん、だからやっぱりこう家欲しいなと思った時に、今自分多分みんな今の時代にネットでねいろいろ調べて、まあインスタとかでも、ね、情報収集してね、でもそれでなんかこの建物なんかかっこいいな、なんか住みやすそうだなと思ったら、もうモデルハウスとかにフラッと行っちゃえばいいし、うん、まあ、土地をねもう優先的に探したいんだったらもうそっちの方行っちゃってもいいし、でも土地探しはやっぱり素人の人だと難しいっすよね、うん、多分土地だけ見ても、まあ、正直やっぱなんだろう、分かんない、うん、そうですね、その土地がね本当にいい土地なのか、そうですね、でも分かんないっていうところで逆に来てもらうと、そこでアドバイスができるから、まあそれがこう我々みたいな人と会う、まあ価値ですよね、きっかけにもなるでしょうしね、うん、でも俺思うんですけど、絶対なんだろう、本当に建てたいなって思う住宅屋さんと一緒に土地、本当にまあ買おうとしてる土地は見た方が絶対いいですよね、うん、でも西宮さんぶっちゃけさ、水上さんもそうだけど、この土地これやめた方がいいんじゃないかなって、お客さんが持ってきた土地、うん、まだ買う前、うん、どうする？あー、でもね、やっぱりそれってこう自分視点で考えちゃうとないっていう決めつけで入っちゃうとまずいから、お客さんはここなんでこの土地が良かったんだろうって、うん、やっぱりそこは考えるかな、うんうん、あれで話する、話する、うん、ただやっぱりね、お客さんがいいなと思う土地って俺らが見てもやっぱりいい土地だったりするわけ、うん、だそこってやっぱりこう同じ価値観で、あ、いいなって、うん、お客さんも思えて俺らも思えたら、もうそこは逆に背中を押してあげる必要あるかなと思うけどね、うんうんうん、ただやっぱり中にはえ、この土地っていう、うん、あっちあるよね、うんうん、でもなんだろうな、俺はあるかな、その絶対100点満点の土地とかってさ、まあそれはないよね、絶対ないじゃないですか、うん、だからまあこの土地のその土地の長所と短所っていうのを伝えて、うん、でまあ結局、まあ、であとはまあ自分だったら
俺、まあ、俺は言っちゃう、やめた方がいいと思ったら、うん、いやこの年でやめた方がいいんじゃないの、うん、でも結局理由はそこにはさ、うん、絶対あるわけじゃん、うん、結構お金かかるとかさ、まあ そうそうそうなんかあんまり近所で言わさないとか、うん、なんか問題があるようなとこだったら、うんうん、もう一回ゼロから、うん、探しきちんと探してった方が、うん、それだけやっぱ土地ってでも重要っすよね。土地は重要っすね。重要だね。でも本当に突き詰めて考えるとどこ選んでいいか分かんないっていうお客さんの気持ちはよく分かる。だって、うん、なんで、まあ、そこを買わなきゃいけない理由って本当はないわけだから、うんうん、でもやっぱりこう、まあ、自分なんかは結構土地なんてコンパクトでいいな、本当に40坪ぐらいの土地でもいいなって思ってる方で、あ、庭はもういらない、庭はむしろ苦しめられるようなもう知ってます、あの夏場の足むしり、草むしり、あのしんどさ。いや残念ながら知らないです。だからやっぱあの結構100坪150坪って希望される人って多いじゃないですか、最近特に、うん、まあまあそうね、ちょっと田舎の方ですね。そうそうそう、いやもう本当にあのもちろんそういうのは趣味で管理できる人は全然いいんでしょうけど、うん、なんか絶対そういうのできないから、で今正直70坪ぐらいの土地なんですけど、半分でなんとかなったんじゃないかって思うことはよくあります、うん、でもそれもあれですよね、結局なんだろう、うん、やっぱあの自分がどういうふうに暮らししたいか、うん、例えば仕事から帰ってきて、まあうね、どういうふうに家で過ごすか、これ家にいないからね。そうだね、そこだね、うん、で休みの日もどう過ごしたいか、うん、だからそれによってなんだろう、土地とかやっぱり、うん、そういうのも変わってきますよね。まあそうだよね。でもやっぱあれじゃないですか、家作りで一番、まあ、スタートのというか最初にやること、なんだろう、イメージ、どういう風に暮らしていきたいか、うんね、自分たちの家族の、ね、明るい未来がどういうものなのかをこうイメージして、うん、あ、それを書き出すとか、そうね、書き出して、でそれをやっぱりね、まあ、ご主人だったらご主人一人が言っててもダメだから、やっぱちょっと奥さんとそういうことを話してもらって、うん、まあ、子供たちに、まあ、どういう大人になってほしいかもなんかそういう含めて、なんかこう家族の未来像みたいなのを、うん、まあ、描いていただいてると結構こっちも提案はしやすいかもしれない、うん、あとあれですよね、例えばインスタとかでもなんかいいなと思う写真とかあったらスクショしてもらって、うん、あ、それ分かりやすいね、一応ね、分かりやすい、うん、そうすればお互い、ね、立てる側もお客さんも、うん、もうやっぱそこはこっちの方がなんだろう、イメージが合致しやすいというか、うん、なんかそういうのも大切かなと思いますね、うん、なんかいいなって思ったものなんかこうまとめておいてもらうといいかもしれない、うん、まあの、うん、まあ、家づくりノートを書いてみてくださいって言う時もあるんだけど、うん、それちゃんと書いてくる人います？うん、今まで見たことはあ、そんなことない、そんなことない、そんなことない、書いた人いるのまあでも今時まあ、スマホがあるから、まあ、それで写真をどっかのフォルダに貯めておくとか、まあ、そんな感じでやってる人が多いんじゃないかな、うん、まあ、そうですね、インスタのお気に入りをこうしておくと、うん、あとはでも何だろう、予算っていうのも実際やっぱり決めておくっていうのも大切かなと。そうですね、だ予算によって俺思うんですけど、結局逆算じゃないですか。うん、そうなんです。そうだ、月々いくらにしたいか、まあ、ボーナス払いするかしないか、入れるとしたらいくら入れるか、自己資金でいくら出すか、それによって全体の金額出てきて、うん、で今度そこから、うん、土地以外のお金で土地建物以外でいくらかかる、うん、で建物で大体いくらかかるってなれば、うん、そうすると残りのお金が土地だってなってくるから、うん、そうするとなんかもう土地もじゃあこの辺の場所だねとか、うん、建物はじゃあ、ね、大体このぐらいの建物かなとかって考えると、やっぱり予算っていうのも重要かな。 そこで、まあ、さっき西宮君が言ったみたいに、土地が重要な方は、まあ、先に土地の予算を抑えると、ね、ああそうですね、うん、まあ、この割合をそこで調整する感じですか、ね、うん、
建物の方にね、お金かけ、こだわりたいんだったら土地代を抑える、うん、でちょっとエリア広げるとか、うん、いいこと言うな。でもその資金の計画っていうかそういうのって時々銀行に相談に行かれる人いるじゃないですか。最初にあ、いるんだ。たまにいるんですよ。でもそれはやめた方がいいかなって個人的には思ってるんですよ。なんで？だから銀行ってほら一定のルールの中でしかこう話してくれないじゃないですか。大丈夫ですか？これから融資しづらくなったりしないですか？大丈夫ですか？こう銀行の見てます。お世話になってます。すごいお世話になってます。何言ってるの？すいませんね。まあ銀行ね。銀行の方からの住宅ローンがないと家は建ちませんがね。そうそう。すみません。まあ、ただやっぱりまあ我々ってほら、いろんな金融機関の情報を知ってるじゃないですか。うん、あ、今どこが、そう。銀行が何パーセントとか。そう。もちろん金融機関もね、銀行もうちの銀行を使ってほしいからっていうアピールあるから、うん、まあ我々みたいないろんな金融機関とお付き合いしてると、今ここの金融機関はこういうメリットがありますよっていうアドバイスもできるから、うん、逆に最初に銀行なんかはこっちに相談してもらいたいなって。お金のついもう大好きですよ。ローン好きでしょ。お金の話大好きなんですよ。いやでもそれいいよね。でも、うんうん、でもなんだろう、その時によってこう銀行もなんだろう、ブームじゃないけどなんかありますよね。あります、本当にありますね。今はここかなみたいな、うん、ちょっと前まではどこどこの銀行勢いやったけど、なんか最近勢いねえよな。あれね、最近どこ勢いあるな。いやいや、それもう言えないですよ、こんな。おすすめ。あ、おすすめも、おすすめも、おすすめじゃないところもありますけど、うん、まあ皆さんお世話になってるんで。そうだね。それも相談いただければ。そうだね。個別にお願いします。やっぱり予算のことを考えるのは今の家賃から考えるのが一番簡単なんですよね。あ、まあ、確かに。そうすると月々まあ基準がねできていくらぐらい、うん、でも家賃より安くする。まあやっぱりね、まあ人間誰しも安い方がいいって思うだろうから、うん、まあ、理想は家賃と同等とか、うん、そうですよね。でもなんかほらやっぱり家こう具体的に始まってくると、大体みんなやっぱりなんだろう、本当にやっぱりいろいろ欲しくなってきて結構無理しちゃうというか、こう麻痺してくるじゃないですか、うん、住宅家建てるときってみんな金銭感覚って、うん、なんか10万とかなんかもう安いなみたいな、なっちゃいますね。まあ10万だったらいいかとか、うん、なんかもう絶対おかしくなるじゃないですか、うん、でもやっぱり月々を結局いくらだったらね、やっぱ無理がないか、うん、そこでも実際すげえ重要かなと。あとやっぱり家と土地の金額だけで考えちゃう人って多いじゃないですか。ああ、そうですね。でもその他諸々の諸経費って多分ほとんどの方が想像している以上にかかる。あ、絶対かかる。大体みんな言うとびっくりする、うん、そこをやっぱり最初に知っておくっていう意味では本当はそういう資金計画的なものをやった上で土地探しとか家探しってもしかしたらやった方がいいかもしれない。確かにね。でもそれ結局やらないともうスキーにもうなんとなく場所はここ、建物ここ、こんな感じがいいなって漠然と進んでって、うん、で最後金額出して、うん、え、こんな行くの、うん、じゃあ無理ですって、そうするとそれね、なんか意味ないし、うん、それまで かけてきた時間もやっぱもったいないし、うん、だからやっぱり確かに最初に資金計画がいいのかもしれないですね。そう考えると、まあね、もちろんなんか資金計画っていうと硬い感じしちゃうからですけど、うん、そうです ね、うん、まあ、ただやっぱりこう家を見に家が欲しいから見に行こうっていうぐらいの感じでいいと思うんですけど、もう具体的に土地探しとかっていうよりはとりあえず仮にどっかの土地で
ここの土地に家を建てたらどのぐらいの金額になるのかなみたいな、うん、そんなんで資金計画を仮にやってみて、うん、それで話とか進めると、ああ自分たちの予算ってこのくらいなんだっていうのが、うん、逆算して分かるかもしれないですよね。でもなんかお客さんからするとこうお金の話って、まあ、ちょっとなんか例えば自分の年収とかもこう、ね、目の前の人に、ね、伝えなきゃいけないけど、ね、なかなかちょっとしづらいよね。これ慣れるんですよね。いや お客さんがお客さんからしたらちょっとなんか、うんうん、だからなんであなたに言わなきゃいけないの。そうですね。でもなんかこう聞きにくそうに聞くと答えにくいかもしれないですけど、こうそういうのって慣れちゃいますね、聞き方も、うんうん、さらっと聞くとさらっと教えてくれます。まあ答えない人ってあんまりいないかも。だいたいざっくりいくらぐらいとかね、貯金いくらありますかってね。そうそうそう、普通聞けない質問を我々しますか。でもちゃんとそこをさらけ出してやっぱりね、ちゃんと話した方が絶対いいですよね、うん。まあ、ということは、まあね、我々のことをちゃんと信頼していただいてるから、まあ、答えてくれるんですかね、うん。まあ、そうであるといいですよね、うん。あとはでもそもそもほら、まあね、あの中にはやっぱどうしたまにあるじゃないですか、住宅の借り入れがなかなかちょっとなんだろう厳しいというか、うん、っていう時、はい、もうね、場合によって減額されちゃうとか、うん、借り入れ自体がまだちょっと今はできないとか、うん、っていうのもあるから、ね、それもこそ本当いろいろ進めてって、うん、ローン組めませんでしたって、うん、結構落ちるじゃないですか、わーいってゴーンって。そうですね、そうですね。だからちょっとそれも早めに心配があればやっといた方がいいかもしれないですね。あ、でも事前ね、あの銀行のその事前審査ってあるじゃないですか、うん、やっぱりあれって言って本当早い段階でやるべきですよね。絶対あれやった方がいい、うん、やって損はないし、うんうん、あれを遅らせる意味は絶対ないです。うん、さん何から始めた方がいいと思ったんですか。いやでもやっぱり今の話聞いてて、うん、まあその家を建てる目的を、まあ、明確にしてもらって、でそれからまあやっぱりこう相談、自分が信頼して相談できる相手探しが次かなってことですね。ああ、なるほど。でその人を見つけて、まあ、それからやっぱ資金の話、うんうん、とか土地探しの相談するとか、家間取りの相談するっていう感じが一番いいのかなって。たまにお客さんになんか言われる時ないですか。例えばこれ聞くじゃないですか、あのうち以外、例えばどこ見てきましたみたいな、うん、で例えばなんとかどこどこなんとかホームはすごい良かったけど、なんか担当の人がさちょっとなんか嫌でとかって、うん、っていう話たまに聞くの、なんか合わなくてとかさ、うん、俺も言われてんだろうな。言われてんだろうな。まあ10人中10人に好かれることはないですからね。そうですよね。相性っていうのも実際やっぱりそこも、うん、ありますよね。あるよね。あの縦売りだったらこう形があるものを見て買うか買わないか、買うか買わないかだからいいけど、うん、まあこう注文住宅なんてこう何にもないとこからこう作っていく作業だから、うん、やっぱ担当者との相性ってすごく大事だと思うんですよね、うんうん、そうですね。なんか家の説明をひたすらすると意外とこう話ってつまんなくなっちゃうじゃないですか。うん、だから自分なんかやっぱりこう初対面の人となるべくあんまり家の深い話しないようにあえてしてるのか、自分が話がそれやすいのか。それやすいか。それやすい。え、何の話？うん。何の話をしますか。え、なんか趣味の話とか、うん。趣味の話がその共通点結びついちゃうと。なんかひたすらそれの話に走っちゃって、まあ、30分後ぐらいに家の話に戻る、後に戻るみたいな、まあそれはそれで、まあ、全然いいよね、いいと思うんですけどね、うん、いやなんか難しい話って、逆を言うとこっちもしたくなくないですか。ああ、例えば、え、例えば、いや、もうなんかこう税金の話とか、
性能の話、性能の話とかってもちろん重要なんだけど、重要だけど楽しくはない、うん、そう、やっぱり最初にその会った人と、まあなんだろう、難しい話別としてとりあえずなんか親しくなりたいじゃないですか、一期一会じゃないですけど、うん、まあでもだからその関係性が出来上がってからね、あの性能の部分であったりとか、あのお金の話であったりとかっていうのはその後でもいいのかななんて自分思っちゃうんですけどね、うん、多分みんなやり方違うから、でもこれ人によってだと思うんですよ、うん、例えばほらもう俺は絶対に性能なんだっていう人も多分いる、いますね、そう、だからそういう人は多分もうなんだろう、そこを突き詰めれば、うん、俺いいと思うんですよ、うん、だから何をやっぱり家に家作りで求めるか、うん、なんか例えば、ね、まあ、俺らは多分漠然としてるのかもしれない。例えばなんかさ、ワクワクする暮らしとかさ、そうそうですね。楽しい家とかさ、うん、でも漠然とでいいんじゃないですか。ああ、まあね。うん、その結局ワクワクするって言ったところ言ったとしても。多分赤羽くんがワクワクするのと西山がワクワクするのは違うわけじゃん。え、そうなんですか。多分違うんだ。いや、100% 同じじゃないでしょ。だから多分お客さん幸せになりたいってお客さん多分みんな言うけど、だからお客さんが幸せと思うことがまず違うから。ああ、確かにね。西山さん何してる時に幸せって感じですか。そうですね。奥さんといる時ですか、ね。帰るじゃないですか。赤羽さんは幸せ。俺ですか、ええ、俺はもうやっぱ仕事をしてるじゃん。まあ朝起きてから寝るまで。西山選手は幸せってあの話それるんですけど、うん、高校受験の推薦入試の時のあのなんだろう、あのなんかあるじゃないですか、なんだっけ、あの作文みたいな論文みたいな、幸せについて書いてくださいっていうのであそういうのあって俺全然書けなくて幸せの意味を、まあまあ、俺その推薦落ちたんですよ。中学生中学生高校受験、あ幸せについて俺に聞かないでください。幸せについて落ちるってさあるんだよ、そんなこと。幸薄いんかもしれないですね。いやいや、中学生はなかなかそこまで考えてないんだよ、分かんないけど、うん、まあでもそうだね、人によってやっぱり多分違うかもしれないよね。そう、いや、いいんですよ、今幸せなんですよ、俺、うん、いや、それはもう大切なことです、うん、幸せ素晴らしい、こう生きてることが幸せなんです。あ、でも本当、まあ突き詰めればやっぱりあれですよ、まあ、それいいのかな、健康で生きてれば、うん、ね、今コロナで亡くなっちゃう人もいるのにね。そうですね。あれ石田純一ってそれどうなったんですか。ああ、どうなった。いや、昨日退院しました。あ、退院した。あ、よかった。昨日退院しました。あれは、あの、阪神の藤浪。え、わかる。何の話だっけ。今何の話。幸せ。あ、みんな幸せ、今日は幸せについて語る。あ、違う。家作りの始めかな。うがうがさん、毎回楽しみにライブ拝見してます。ありがとうございます。もし誰だ？誰ですかね、遊びに来ました。チンパンジャンボさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。水野部さん、嫁がバーベキューグリルをもらってきました。バーベキューになりそうです。楽しくていいじゃないですか。よかったですね。最高じゃないですか。毎日なんか、なんかゴールデンウィーク何してたっていうと、もう大半の人がバーベキューって言ってた。最高じゃないですか、バーベキュー。あとは何ですかね、家作りの始め方。でも、いやでも、ちょっと1ヶ月ぐらい前に引き渡したお客さんに、うん、言われたのが、すごい満足してもらったお客さんだったんですけど、最初にモデラーハウスに来てくれたんですけど、
そのモデラーハウスに来るときに、そのまあこっちからすればね、あのスッと来てスッと入ってきたって思ってたんですけど、実はそのモデラーハウスのところ行ったり来たり行ったり来たりして、行こうか行くまいかをすごい夫婦で、やっぱね敷居が高いっていうか、そうだから一応現地までこう来たけど、モデラーハウス場所分かんなかったんだよ、じゃなくてじゃなくて前を行ったり来たり、でなんかこう人いっぱいですし行きにくいなって思いながら一歩踏み出して行って、まあ自分と会ったんですけど、でそれで引き渡しの時にその話をされたんですけど、本当その一歩踏み出せたのが良かったですっていう話を聞いて、ほらうちの会社ってスーツとかも着てないし、あの意外とこうお客さん来やすい環境なんかななんて思ったりするじゃないするでしょ、でもそんな感じでもやっぱりそういう風に来にくい人っているんだよね。やっぱりなんだろう、あの売り込まれるとか、多分そう思っちゃうんだろうね。例えばその後すごい営業かけられるとか、やっぱそういう風に思う人って多分多いと思うんですよね。あのでも俺らそんなあるよね。あの逆を言うと、うちらとすればいろいろやらなきゃいけないけど、ね、提案が遅くて、なんか迷惑かけちゃってるっていう逆のプレッシャーもあるんだよね。そ, そうね、ハウスメーカーみたいな、ね、人がいっぱいいるわけだよね。なんか他のハウスメーカーガンガン来るんですけど全然ネクストさん来ないですみたいなこと言われちゃうと逆にプレッシャーで、だからなんだろう、遊びに来るぐらいの感覚で、そう、そうぐらいの方がこっちも楽だよね。でお客さんも多分なんだろう、軽い気持ちっていうか、あんまりこうなんだろう警戒していくと聞きたいことも聞けなかったりするじゃないですか、だから別にね、なんか気楽に、人んち遊び行くぐらいの感覚で行って、興味なかったらバイバイって帰って、ね、帰っちゃえば、でもそれでいいと思いますよ、ね、やっぱりフィーリングってありますから、そうそうそう、もう一歩家に入って、あ違うなと思ったらやっぱ違うんですよ、そうそうそう、そうなんですよ。第一印象がいいなと思ったお客さんってやっぱりこう話は具体的なってこと多いじゃない、やっぱり結構第一印象で多分お客さん結構決めてんじゃないかなって気がするんだけど、いやそれはあると思いますよ、やっぱ最初の印象がすごく良かったところで結果なんかみんな決めてんじゃないかなって気がする、建物もそうだし、まあその時対応してくれた、まあ、スタッフさんの説明が良かったとか、でもどうですかね、いろいろやっぱり見に行った方が、まあ行っちゃいいっすよね、興味があるところかな、なんかいろいろ見てくれた中で、まあ最終的にうちに戻ってきてくれたりするとなんかものすごい嬉しいよね。まあそうですよね。そうですね、なんかうちだけしか見てないんですっていう人も嬉しいけど、うち来ていろいろ見て回ってやっぱりっていう人嬉しいっすよね。嬉しいですね、やっぱり見ていただいた方が後で後悔もないし、そうそうそう、でも、やっぱあれですよね、俺思うけどやっぱ後悔しないこと、なんかねそれが一番大切だと思う、シャミ0517さん、ネクストハウスデザインさんの建てるお家に憧れて一度そちらにカタログをもらいに伺ったことがあります、ありがとうございます。フラッと寄っただけなのにモデルハウスまで見させていただき本当にありがとうございましたということですね。いやもうこちらこそありがとうございました。誰ですか、誰ですかね、分かんない、でもまあ感謝の言葉があるから印象良かったんですよね。ああ、まあでもそうですよね、良かった、良かったですね、でもね、そうやってフラッとやっぱりね、軽くなんか来てくれるのが一番嬉しいですよね、SUK1224 さん、今日も暑い中、撮影でお疲れ様でした。終わってないですまだ。いや、実はあの今日午前中にモデルハウスの撮影をしてたんですよ。呼ばれてないですよ。で、その時にあのこの SUK さんにあの小道具でこうベビーカー借りたんで、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。SUK さんってあのグランプの S さん。グランプ2の S さんです。あら、鈴木さん。あ、ありがとうございます。
て話してる間にもうあっという間に、40分が経ってしまいましたね。よっ、早いですね。早いですね。じゃあ最後まとめを。あ、実況のまとめ。いいよ。うん。いや、あのちょっとこの後今日のテーマは、家作り何から始めればいいのを、西宮さんが。五七五？五七五？五七五？あ、それか、いこう韻をつけて。どんどんハードル上げてる。そうですね。結論から言えば、別に何から始めてもいいっていう。いや実際そう思いますし。まあ正解ないですよね。なんかなんか家建てたいなっていうその気持ちが重要で、その背景にはいろんな理由はあるかもしれないですけど、多分その家建てたいな漠然としたその気持ちでフラッと寄ってくれればそれでいいんじゃないですか。でもそれが本当に一番いいことですよ。でやっぱり建てたいなと思った時にこう行動に移すか移さないかでやっぱりこうね、やっぱりこう買い時を逃しちゃうか、ね、いいタイミングで買えるかっていうのはあると思うんで、もう思ったら行動してください。でもあと本当タイミングってあると思うんですよ。でもほらやっぱ今が、でもみんな多分思うのは今って損得なのか損なのかで絶対時期でやっぱ正直あるじゃないですか、じゃあ消費税だったり補助金とか。でもそれ考えると今ってまあね、これお客さんからすると、いつも言ってるだろうって思うかもしれないけど、実際今めちゃくちゃ良くないですか？今、そうだね。この前の補助金とかをいろいろこう調べたら、その建てる地域とかにもよるんだけど、やっぱすごい金額やもんね、今ってね。めちゃくちゃ出るよ。そう。だからここ数年の中でやっぱ一番多いかもしれない。出したら100万以上ぐらい補助金でもらえるパターンってさ、絶対本当ありますよね。ああいう住まい給付金とか、あとね浄化層とかも補助金出るし、あと羽賀とかもね。羽賀50万だっけ？そう、羽賀層。そんなにあるんだ。羽賀層。ただ、あれ？羽賀以外から羽賀層。なるほどね。そうそうそう。そうそうそう。あれ宇都宮でも場所によっては補助金あるんですよ。いや、あるよね。この前俺も街中、それで他県から宇都宮っていう人が60万でしたよ。どこ？宇都宮？そのもちろん宇都宮の中でも地域が限定されてるんですけど、その地域によってはまあ県内から県内、宇都宮から宇都宮でも30万、あるんですよ。あとはほら。でかいのが住宅ローン減税、あれが今ね、もともとずっと10年だったの13年に延長されて、で1回3月に終わったけど、またコロナの関係でまた復活したじゃないですか。そうですね。あの3年延長ってやるめちゃくちゃでかいですよ。でかいっすよ。だからもう13年間繰り上げ返済なんて考える必要がないよね。ていうか13年で35年の金利分ぐらい、あれ全部戻したよ。戻しちゃう。あとはこれ何だっけ、エコポイント、あれも30万円分、35万に限りなく近くもらえたりするしね。でそれでね、家具か、まあ、テレビとかエアコンとかそういうの買えちゃうし、そこなんて家建てた方が儲かるかもしれないですよ。儲かるっていうか、お金持ちになる。そうですね。ただやっぱりいろんな今優遇が大きい時期っていうのは間違いないよね。まあ金利も安いしね。安いっすよ。金利がね、今やっぱかなり安いですもんね。でもやっぱりね、建てたいなと思った時に、まあいい条件であるっていうところと。そうでない時期であっても一番お得ななんか買い方をこう、まあ、我々知ってるじゃないですか。そういうのはなるべくね上手に
プラスアルファの提案をして、まあ、行くのが、まあ、で、じゃあエンディングをして、じゃあ今日はお別れにしましょうか。はい、じゃあ次回は、次回も決まってるんですか？来週。内容はまだノープランだけどね。あ、まあ、また来週のこの時間。うん、あ、23。いやもう次回は、5月22日金曜日の、19時半からです。またこの時間で来週お会いしましょう。で、あとは5月24日の10時から、まあ、今日の、まあ、家づくりってどうするのみたいな話もさせていただくんですけど、オンライン住まい教室っていうのを24日やりますので、よかったら、お申し込みください。お願いします。ギターは何を、長渕ですか？長渕って弾けますじゃ あ, あの最近練習してるあいみょんのマリオ、毎日練習してますもんね。毎日してます、ね、毎日マリーゴールド。いや、今聴いてる、練習してる曲は10曲ぐらいだ。あ、そんなにあるんですか？あれ、トゥルーラブは？トゥルーラブ、トゥルーラブ前、まあ、やってなかったですか？トゥルーラブトゥルーラブはやってないな。やってなかった。
では、また来週もよろしくお願いします。